世界最高峰のサラブレッドたちが集結したここフランスはロンシャン競馬場ルギア、連覇に期待がかかります。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。早くも先頭14番ウエスターナー、2番手8番ルギア、16番ニューベイ好位につけています。そのうち2番イッツジーヌ、10番バウンド、外から13番ゴールデンホーン、これを見るように内側11番アイダホ、そのうち7番ワークフォース、18番チェリーミックス、この辺りが中段、これを見るように内側12番タペストリー、外から17番シーザスターズ、そのうち4番サデックス、外から9番ユームザイン、内側3番スタディオブマン、内から1番レイルリング、これを見るように外側15番フレンチキング、内押さえて5番スノーフェアリー。 1000m の通過タイムは1分2秒9、3コーナーに差し掛かろうとしています。最高峰は6番サガラ、ここから先頭までは10馬身以上、主導権は14番ウエスターナー、後ろに8番ルギア、2番イッツジー後位につけました。外から16番ニューベイ、そのうち10番バウンド、ここからホルスストレート、まだ我慢が必要です。外から13番ゴールデンホーン、内側11番アイダホ、内押さえて7番ワークフォース、18番チェリーミックス、真ん中あたりにつけています。内側12番タペストリー、外から17番シーザスターズ、4コーナーカーブ直線コースに入ります。歓声が大きくなって直線の攻防、400を切って先頭ウエスターナー、その後ルニア、ウエスターナー粘っている、ルニア内から差を詰める、わずかに先頭はウエスターナー、残り200を切った、ルニアかわして先頭に立った、ルニア後続を振り切りにかかる、お互い一歩も譲らない、ルニア押し切ってゴール、勝ったのはルニア、鞍上は戸崎啓太騎手、凱旋門賞制覇、日本近代競馬史に残る快挙です。2着ウエスターナー、3着にはゴールデンホーン、